今回ですね、なんと紫藤茂明著書初めてのサーフィン How to 本完成しました。3月2日にね発売になります。全国の書店、あと Amazon でも購入できるんで、ぜひよろしくお願いします。内容としてはね、全く始めたことないサーフィンやったことのない方から、まあ、中級者ぐらいまでをフォローする内容になってて、まずチャプター0、最初にサーフィン始めたいあるあるね、サーフィンを始めたい人、超ビギナーのお悩みな、どうやって始めたらいいかってのをある程度書いて、でチャプター1、次の章では Q&A 素朴な疑問、まあ、サーフィンの道具とかね、あと、まあ、基本的なことっすよね。あと目が悪くてコンタクトレンズしてるのですが大丈夫なんですかとか、サーフィン中に車の鍵はどうするの、ウェットメンテナンスはどうするのって、まあ、ギア系のこととかね、ピンは何でついてるのみたいな、まあ初歩の知識を書いてあって、で第2章、まあこれが本丸だよね、紫藤流サーフィン上達メソッド、まあ基本的なサーフィンの流れなんですけど、まあ細かくパーツごとに分かれてて、波チェックね、まあここすごい大事ですよね、波チェックで、準備運動、パドリング、まあこれパドリングもね意外と大事なんだよね。あのしっかり焦げてない人もいるし、まあ効率よくスピード出るパドリング方法も書いてありますと。でライディングの、基本姿勢、まあ、これも大事ですね。あとスープライドで、お気に入りゲッティングアウト方法、まあテイクオフ、もう これテイクオフ超大事ね。ここしっかりできないと、まあ紫藤道場ではあのテイクオフはライディングの始まりって言ってもすごい大切にしてるパーツなんで、まあここは結構しっかり見てね学んでもらいたいとこですね。あとサーフィンの基本、あ、ターンの基本ね、ターンの基本、まあここも超大事。まあ実際海で見てって、まあ半分以上って言っても言い過ぎじゃないぐらいの人が、まあ、間違ったターンしてる実際、それじゃ上手くなんないよね。まあ基本的なあのしっかり正しい知識、正しいムーブをここで学んでもらいたいなと思って、でターンの舵取りで、サーフボードをどうコントロールするか、まあここも非常に重要になってきますね。だから中級者、もう全く初めての方から中級者まで、学べる本になってます。で第3章で、中級者の Q&A、リップスライム、元リップスライムのヒップホップアーティストペス君に友情出演してもらって、まあ、ペス君はね、ショートボーダーで普段はかなりサーフィンうまいんで、まあまあ乗るんで、まあ、ペス君の悩みね、お悩み相談、まあ、中級者らしいお悩み相談、5項目ぐらいあるかな、まあ、それについて答えてます。で一緒にサーフィンして指導もしました。で特別対談も入ってるかな、対談も入ってるんで、ぜひよろしくお願いします。一回止めますか。でチャプター4、次で、かっこいいサーファーになるために、まあコラム的なの書いてます。まあオールラウンダーの勧めとか、いつかは乗りたいビッグウェーブなどなど。でチャプター5でサーフィンの知恵袋、まあ波の知識ですよね。波の形の違いとか、あとサーフボードの種類特徴、まあ、ウェットスーツ揃えておきたいギアなどを網羅してますと。まあ結構ねこのね間に入ってる俺のコラムがね、まあ、自分的にはすごいいいなって思うんで、ぜひ読んでいただければと思ってます。でこの撮影に関してはね、一番大変だったのはね、まず執筆ね、自分が著者なんで、まあ文章書くのは嫌いじゃないんですけど、分かりやすく人にシンプルに伝えるってなんかすごい難しくて、
とか言い回しだったりね、結構苦労しました。毎晩編集部の人と夜中まで仕事して、完成させた本です。あと このね本に掲載されてるサーフィンしてる写真のロケ地は、南房総になるんですけど、真冬だったんですよ、去年の2019年の、俺寒がりじゃないですか、で誰も知らないか、寒がりなんです。で冬は必ずブーツグローブ完全装備なんですね。でもやっぱり出版にあたっては、1日は肩かいで撮影したのかな、千葉北の方でも撮影したんですけど、季節感あんまり出したくないということで、ノーブーツノーグローブで、撮影に挑んだんですけど、なんとか頑張れました。発売前からもね、いろんなメディアに取り上げていただいて、ちょっと話題になってランキングもアマゾンのランキングも急上昇したんですけど、非常に嬉しいですね。多くの方に読んでもらいたいと思います。そして、皆さんのサーフィン上達に役に立てばなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。でこの出版を機になんですけど、 YouTube チャンネルもスタートして、皆さんに役立つね、知識やヒント、ハウトゥー的なネタを、配信していくのと同時に、あと著名人を呼んでサーフマーケットについて語るなんてコーナーもやっていこうかなと思ってます。ぜひね、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。では、いってらっしゃい。